謝感謝大感謝。あやみんです。でしぼんです。イエーイ。はい、ということでチャンネルの紹介をお願いします。はい、このチャンネルではアラサー3人組が特撮やアニメの感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回見ていくのはですね、機動戦士ガンダムのエピソード15のククルスドアンの島。おー、すごい噛まずに言うてすごい、うん、ククルスこれなんかさ、映画になってたよね、この前だよね、うん、見たよね、なんかそのやってるんだなっていうのは、うんうんうん、ちょっと見ようかなとも思ったけどさ、うん、でも何にも知らないから流れが、うんうんうん、今だったらね、いいかもしれない。確かにね、まあもう何もわかりませんから、うん、早速ね、うん、見に行ってみましょうかね。そうですね。前回ちょっと恋愛系だったんでね。今回は多分違うと思うんですけど。ね、ああ、違うのか。ちょっと見たいね。ちょっとがっかり。マチルダさん結局普通にただ脱出できただけで終わったのか、ね、謎だからね。そこ生きてるんでしょ。まあ生きてる。あれでさ、逆に死んでますみたいな感じでびっくりするからね。もうでもアムロの恋も終わっちゃうから。そうだ、確かに。はい、では行ってみましょう。はい、お願いします。行きます。せーの、はい。ガンダムを空中で撃つ。スリムで背が高い。そうよね、うん、すごいネイチャーとやネイチャーネイチャーでもザクもどこにあるかわかんない。
うん、想像するよね。そこは、うん、この子らの親殺したのかな、やったんかな、30分の中だけだと結構ハイスピードじゃけ、うん、細かいのもないけ、まあ、確かに映画で1本やるのにはいい話、ね、確かに深くやるにはなんか面白いかもしれない、ね、なんかプライド的な感じ、そうやね、うん、プライドないからさ、プライドないからさやめなよって思ってた。まあ確かにね、死んでほしくない方がちょっと、だからそう、死んじゃうのかなって思っちゃったもんだって、ね、あの女の子もなんか確かにちょっと謎感あるけど特に何もね、あれだったね、あの緑の、うんうん、だってね、あの3人の子供たちは お母さんが、ね、お母さん確かにねってなってたけどさ、どこから来たんやろ、ね、確かにね、めっちゃキーパーソン感出とった、出とったね、出とったね、なんかちょっとね、なんかあるわかるわかる、雰囲気がね、なんかオーラがそう、出してたけど、私もモダーク行くんやみたいなさ、ね、うん、まさかの親を殺したのは俺やみたいなね、うん、で一瞬さ、みんな知らなくてあの場でカミングアウトしたのかな、ね、ちょっとドキッとしたけどね、あの緑の子は知ってそうだったよね、どんな気持ちでここに来たのかわからないでしょうけど、アムロに怒ったけど確か、ね、何も知らないくせにいいっすね、そうでも子供たちの気持ちをって言ったわけじゃけさ、じゃけもうその流れ玉で殺してしまったって言った時、うん、まあ、その罪滅ぼしみたいな感じで、ね、世話しようしたいっていうのを言って一緒に来たんじゃないかなって思ったけど、そうだね、でそれを知らずに、ね、アムロができる子供手なずけたもんだなぁ、使えたね、そうじゃないよって、うん、子供たちが来たくて来てるよっていう、本当はね、子供まで殺せってことだったわけです、あのさ、その襲ってきた族があるじゃん、あれもさ、もうピンポイントでその子供とアム、まあ、アムロも子供だしさ、ピンポイントでもう殺せにかかってきたじゃん、見た瞬間さ、
やっぱやばいよね。そう、そういうそのなんていうの、非常さがすごいよね。まあ、そこを子供殺すってなるかなって感じだけど、ね、戦闘員じゃない人を殺すか殺さんかみたいな。うん、そこを見直しにすんやっていう。いや思った。確かに、ね、怖って思ったね。まあ、それがだけ無理で、スドワンさんはなんだろうけどね。そうね、そうね、苦がえた感じでね。クルスドワンって人の名前だったんやって思った。島の名前だもんね。うちも島の名前だと思ってた、ね。ね、最初ちょっとホラーかと思ったし、なんなら、子供たちが、ね。そうよね、投げてきたやつで、ね。何って感じだったもんね。なんか呪われた島の話だったけど。ああ、でも確かにちょっと思った。うん、あのザクがずっとおることによって、うん、狙われてるってことね。狙われてたっていうことなのかね。もあるし、まあでも戦いの匂いか。そう、戦いの匂いっていうのはなんかスピリチュアル的な匂いなのか。まあ、ね、こっちに戦う意志があるっていうのがどうしてもあるけんってことなんじゃない？引き寄せる、引き寄せるみたいな。武器を完全に放棄したら、もう。そうそうそう、もう何のあれでもないですよっていう、ただの村人 A ですみたいな感じだったら、そこまでならないんじゃないかな。うん。ぶん投げしたね。でも使えなさそうだしね、あそこまで。確かに、確かに。しかも武器もないみたいな感じだったもんね。拳でみたいな。拳でだったね。で、やめてよーって。ね、もう拳は無理だろーって。気持ちとしては。お父さん逃げていいよ。いや、本当、本当、本当。拳ではちょっと危険すぎみたいな装備がなさすぎみたいな。なんかやっぱりでもそういう立場になったことがないからわかんないけどさ、うん、やっぱりそんな簡単に、まあ、願えれば生きていけるとは思っても願えるとってこうならないところとかもなんかあるのかな、まあ、考えがねあるのかな、うん、それこそね、なんか昔の話で言ったらなんか言葉を封印されたりするのとか、はい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 、戦争を負けたりして、うんうんうん、台湾で日本語を喋らなきゃいけないみたいな、うんうん、なんか そんな感じの、うん、そう勝った国の方の文化を受け入れないといけない、うん、自分らの文化をもう封印みたいな感じとか、うんうん、そういうのとかもあるんだろうね、うん、簡単に助かるんだったら願いでいいじゃんみたいな感じも、うん、策があるけどね、やっぱね狙われる、うん、でもなんかジオンのさ発信機みたいな探せるようになった時、うんうんうん、ああいうのでどうしても電波キャッチされるんじゃないかな、ね、でも最後良かった、これ捨てたから、もう捨てたから、うん、放棄したから、うん、最後の なんかあったのかな、なんか軍人の気持ちみたいなのだったかね、だってそこさっさと捨てればよかったわけじゃん、まあね、だけどそれがないと守れないって思ってたんかね、思ってたんけど、ぜひその戦いの匂い消すのに捨ててもう戦いを放棄してほしいみたいな感じなんじゃない、安室的には、うんうん、子供たちの親を殺す責任を自分は取りたいから、うん、他の人じゃなくてちゃんと自分が処理したい、そういうね、うん、そう自分にこう稼ってたっていう、そう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 、夢に見るぐらいやけん、なんか俺がやらなくてはみたいな謎のあれにとらわれてたんだ、それをアムロが5、それはすごい理解できるかも、うん、そういうなんか気持ちになっちゃったな、勝手に、うん、まあ子供たち的にはさ死んでほしくないし、そうだよ、ね、これからも一緒にいたいみたいな感じがあるけど、もう戦うのにやめた方がいいっていうことなんじゃない、そう、それだけで十分だもんね。まあね、生きてればいいじゃん。全然その子たちのためにあんな、ね、一生懸命家を建てたりとかしてるからね。もうそんだけで幸せだけどねって思います。そして少女はわからないですけど。謎の少女はそのまま。また機会あったらその映画もね、見てみたいな。映画でちょっと深く。いろいろわかるかもしれない。ね、わかるかもしれない。あの子は、そうだな。はい、ということで今回は機動戦士ガンダムのエピソード15ククルスドアンの島を見てみました。はい、今回の動画が良かったと思う方はぜひ皆さん高評価ボタンをよろしくお願いします。そして皆さんぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、いつも皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます。今回の動画もですね、まあ、映画の方にもなってると思うので、もっといろいろ深いエピソードとかあると思うんですけれども、うん、よかったら皆さんの方でも感想やいろんなご意見コメントで書いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、MOM 団の SNS があります。 Twitter ですね、こちらが、結構大事なお知らせとか臨時でいろいろお知らせすることはこちらに挙げてますので、よかったら Twitter されてる方はフォローしてみてください。そして、個人の LINE のツイッターもありますので、こちらもよかったら見てみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録、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 チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイム。